どっちへ行けばいいの？え、あの…おい、行くぞ。はい、キョリアさん。待ってよ。銀河にそんな過去が。いつも明るい銀河からは想像がつかないわね。その駒村ってところにあいつはいるんだな。どう思う？思う？どういうことだ？僕、銀河の行きそうなところそこしか知らないから。なんじゃそりゃ。人って心が傷ついた時、故郷が恋しくなったりするじゃない？そんなもんか。行ってみなきゃわからねえってことか。あいつら思い出しても腹が立つ。くだらん。はい、でしょ。目先のことでイライラしてるお前がだよ。え、今お前がすべきことは何だ？もちろん銀河に会うことですが。だったらそのことだけに集中しろ。お前はピクニックにでも来たつもりか？すいません、キョウヤさん。敵の攻撃を受け流す特殊なトラック。なるほど、ある意味究極のディフェンスタイプだ。だが俺のレオネの必殺天気が受け流せるかな。俺は盾神キョウヤ、銀河とは。じゃあ皆さん、ついてきてください。ベイブレードの里、駒村に案内します。え、あなた方の銀河への思い、ベイを愛する気持ち、よくわかりました。じゃあテストは合格ってわけじゃな。はい。それじゃあヒョウマさんは銀河のことを？よく知ってますよ。僕と銀河は幼馴染ですから。お一緒に遊んだ仲です。なんだ。さあ行きましょう。足元気をつけてくださいね。何もそんなに慌てなくても。そんな、命がけだなんて。一人であんな雪山に登るなんて無茶じゃい。全ては銀河が選んだこと。新たな力を得るために。新たな力か。チッ、ここでぼーっとしてても始まらねえ。俺たちも銀河の後を追うぞ。うん、そうね。それはダメだ。聖地だかなんだか知らないが、そんなことは俺たちには関係ない。行かせてもらうぞ。ダメと言ったらダメだ。夏、北斗、せめてチャンスだけでも与えてあげるわけにはいきませんか。銀河に開けられた扉なら俺たちにだって開けられないはずはない。もう一度行くぞ。北斗もおいで。ほらほらほら、俺を犬扱いするんだ。犬じゃねえか。わかったわかった、今行くぜ。こうなるまでにどんだけやったっていうのよ。んなのいちいち数えてないって。まったくです。どうせ。おお、すごい。こんなもの一度見れば誰にでもできる。やるじゃんか。さすが銀河のライバルなだけのことはあるわね。ライバル。ああ、やっぱあいつはすげえよ。そんなの楽しけりゃいいじゃん。楽しけりゃ。確かに楽しんでやるのはベイの基本だけど。こうしてガキの頃から自然に鍛えられていたってわけか。ち、強くなるわけだぜ。銀河、真のライバルとしてあなたを試してあげましょう。ち、真のライバルだと？そんな、僕たちだってみんな面白い。銀河、やっちまえ。銀河ならこう言うでしょうね。そういうところで勝ってこそ価値がある。え、キョウヤさん、でも忘れたのか、お前たちは。銀河はレオーネに有利な風のスタジアムでも真正面から戦った。あ、それはたとえどんな不利な状況でも決して逃げない。
それが俺の知っている鋼銀河だ。ほう。だが気に入らねえのは俺に勝ってあいつにはまだ勝ててねえってことだ。銀河、俺の前でそいつに勝ってみせるがれ。ああ任せろ。ここを取ることに夢中になってアリエスの必殺天技を忘れましたか。あなたの負けです、銀河。そうか、お前は知らないのか、ペガシスの必殺天技を。見ろ、ペガシスシューティングスターアタック。奴は銀河と何度も戦ったことはあっても、ペガシスと戦うのは初めてだったんだ。そうか、奴は初めからモルダバイトを破壊するつもりで。まさか必殺天技をあんな風に使うなんて。さすがだぜ銀河、そうじゃなきゃ面白くね。ライバルは一人と決まってるわけでもないしな。今日や。おう、ライバルは大いに越したことないぜ。な。おいやめろ。すごいな。ケンタと弁慶、燃えてるな。銀河は出ないの？誰かさんと組めば優勝間違いないのに。俺は遊びの相手などする気はない。何よ、パーツチェンジがお遊びだっていうの？今は自分の足元を見つめることだ。今日よ。出ないと足元を救われる。何あれ、せっかくケンタと弁慶がやる気満々なのに。まあ京也の言いたいこともわかるけどな。銀河まで。いつもの顔に戻ったな。ペガセス、サジタリオ、ダークブレイク。銀河、貴様も最後まで生き残れ。そしてこの俺が貴様を倒して優勝する。なかなかやるな。あなたもね。ですがこの場所なら、子供の頃から野山を駆け回ってた僕が有利なはず。そんなものは関係ない。圧倒的な力の差を見せてやる。羊はおとなしく獅子の餌食になれ。羊にも一撃を秘めた角があることを忘れてもらっては困りますね。この機動力、以前とは違う。場所に合わせてボトムをセミフラットに変えてきたか。アリエス、シープホースロー。なめるな、シシフーダランブ。相変わらず周りの状況を利用するのがうまいやつだ。これが戦略というものです。銀河と戦うためにはこんなところでつまずくわけにはいかない。その銀河にこの間やられたばかりじゃなかったか。だからこそ負けたままでは済まされないんですよ、昔からのライバルとして。吠えろ、レオーネ。まったく派手にやってくれますね。ですがそれこそこちらの思うツボです。その力が尽きた時こそ勝負。それまでは逃げて逃げて逃げまくるんです、アリエス。だったらその逃げ場を断ち切ってやる。一殺天技、獅子暴風変技。やりますね。ならばあくまで竜巻を作っているのはレオーネ本体。それなら一番風の影響を受けないレオーネと接近戦あるのみ。かかったんだ、周りを見ろ。何？これでお前のアリエスに逃げ場はない。この竜巻の攻撃に耐えられるかな。しかしそれではレオーネも覚悟の上だぜ。すでにの作戦ですが、こらえるんです、アリエス。まだ耐えるか、負けるな、レオネ。
フォトグを交換していた分、いつもより踏ん張りが効きませんでしたか。お前の戦略ミスだったな。いえ、敗因は別のところにあったかもしれません。ん？今日のところは銀河への挑戦権を譲るとしましょう。ですが、次に戦う時にはこうはいきませんよ。はあ、いつでも相手になってやる。お前が言う？貴様一体何をした？そんなのすぐわかるよ。私はどうしたらいいの？あ、引っ込んだろ。ここは俺たちに任せておけよ。そうよね。鋼銀河と盾神鏡や。二人の名前は聞いてるよ。すっごく強いんだってね。一度バトってみたかったんだ。そりゃ光栄なこと。さあ早く始めようよ。あいにく俺の狙いは銀河ただ一人だ。 お前とのバトルになど興味はない。あれ、逃げるの？なんだと？だったらいいよ別に。先に銀河とバトルだけだから。銀河は逃げないよね。ああもちろん。それでこそ鋼銀河だ。盾鏡は僕が勝ったらもう銀河と戦えなくなっちゃうけど、それでもいい？誰が盾鏡だ。どうやら口の利き方を知らないようだな。いいだろう、まずはお前のその口から塞いでやる。お前らがまとめてやられたんだ。ただものじゃねえことぐらい分かってる。だが勝つのは俺だ。あ、今日や。あいつは俺の獲物だ。邪魔すんじゃねえ。あ、出た。一体いつの間に。さすがだな今日や。俺の狙いは銀河、お前との一騎打ちだけだ。待ってろ、すぐにあいつを片付けてお前と勝負してる。今日や選手まさかの危険。サバイバルバトル優勝の行方は鋼銀河選手と天童ゆ。僕に勝てないと思って諦めちゃったのかな。それは違うな。お、今日やは目先の勝ち負けよりレオーネを守ることを選んだんだ。慣れないバトルに乱入してまでレオーネのダメージを知らせてくれたマドカのためにも。ああ俺もだ。すっげえ楽しかったぜ。激闘に次ぐ激闘、手に汗握る戦いを制して見事サバイバルバトルで